こんにちは。今からですね、記事がもっと読まれる、もう、ここ大事ですね。記事がもっと読まれる時短アクセス解析手法ということで、まあ、GA4 が今話題ですけどね、それと今回プラグインの QA というのを使った、解析の方法についてお伝えしていきたいと思います。まあ、簡単な自己紹介なんですけれども、もともと、CTC という会社でシステムエンジニアをやってた人間なんですが、そこから独立して、まあ、ウェブのコンサルティングですね。のような仕事をやったりとか、アクセス解析のような仕事をして、今は、今のこの QA アナリティクスというプラグインを作っています。で、ひょっとしたらですね、私のことをご覧になった方が、随分前なんですけど、いらっしゃるかもしれないと思う。ウェブ担当者フォーラムさんで、ちょっとお待ちくださいね。はい。このですね、二次元のキャラクターと人が喋るのが新しいって言われたことがあるですね、アクセス解析5分クリニックというのを連載していた人間でして、まあ私この当時35歳って書いてありますんで、だいぶ若い、今より10年ぐらい前なんですけど、まあその時の、連載してたものです。で、まあそんなことが生じて、今のは QA アナリティクスっていうプラグインを作ってるんですけれども、まあ、この時がですね、実は一番今人気なのがね、この記事っぽいですね、Google Analytics ってなぜ無料なんですかっていうことで。まあ、最近話題のこの廃止してきたっていうね、このニュースがやっぱり影響してるのかなと思ってます。ご存知の方も多いとは思うんですけれども、改めてなんですが、まあ、2023年、来年の7月1日に Google Analytics、今までのユニバーサルアナリティクスと言われてたバージョンですね、がまあ停止してしまって、まあ、その後ですね、再来年になるとデータも削除されるよっていうことで、あ、これどうしたことかっていうことで、まあ、GA4 っていう後釜に出てきたものが、まあ、話題になっているという流れですね。で、まあ、GA4 なんですけれども、話題になっていますけれども、まあ、そもそもなんか難しいよねっていう話が多くてですね、これは私の知人、まあ、友人に近い知人ですけども、でもある、運営堂の、森野さんのところの記事ですごくバズった記事なんですけども、まあ、なんでこの GA4 っていうのが難しいのか、後釜のは難しいのかっていうと、まあ、そもそも Google Analytics って名乗ってるけれども、全然別物だよねっていう話が書いてあって、あとはまあ画面が全然違うよねとか書いてあるんですけど、そもそも別物っていうところがポイントになってまして、今取り組んでる方は画面も違うし、なんだこれ全然設定も違うなと思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そもそも発展してきたこの流れが違うんですよね。もうこれ知ってる方もすごい少ないかもしれないですけども、Google Analytics って今まで使ってたバージョンっていうのは、アーチンと呼ばれるの Google が買収して、それが発展してきたもの。で、一方で、まあ、2014年にこの Firebase ってアプリのですね、継続ツールを Google は買収してるんですけども、まあ、それとの整合性をすごく良くしたのが今回 GA4 ということで、まあ、どちらかというとアプリの方を向いていたりとか、ウェブサイトだけ作ってる人じゃなくてですね、ウェブのアプリだけじゃなくて、その本当にスマホのアプリを作ってる人だったりとか、あとまあ、プログラマー向けのツールなんですよね、完全に。ということで、この GA4 というのをやっていると、このイベント計測とかプログラマー向けの言葉がよく出てくるんですよね。ここでよくわからんっていう話によくなるので、ここはちょっと、デモで、今回はメインがデモでご紹介していくんですけど、やり方を。ちょっとここの概念だけ先のお伝えしたいと思っていて。で、まあ、イベントっていう言葉よく出てくるんでね、これ GA4 やってると。ぜひ、覚えておいていただきたいのが、普通イベントって言ったらコデなんですよ。野外イベントとかそういうやつですよね。で、ところがですね、プログラマーの世界だと、まあちょっとこれ再生するとですね、カチ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 こうやってるわけですけど、こう画面上でですね、こう今こうカチカチやればこういろんなものが変わっていきますよね。で、こう一個ずつね、こう変化することをね、これイベントって呼ぶんですよね。まあご存知の方は眠たい話だと思うんですけれども、結構イベントっていうとね、野外イベントみたいなイメージをしがちなんですが、プログラマーとかこうウェブの世界ではイベントっていうのをカチカチするクリックみたいなことを言います。で、そこからですね、お分かりかもしれないんですけれども、イベントというとですね、実際にはマウスをクリックされたとかだけではなくて、キーボードのこのキーを押されたとか、画面がこう変化したとかで、ものすごい数があってですね、で、GA4 が難しいと言われている理由の一つは、このそれぞれのどれを計測するのかっていう、そもそもその計測の設計をしなきゃいけないと。だから入れるだけで奪うで動いてたのに、GA4 になってからなんか設定がやたらめんどくさくなったなってのは、このあたりに起因してるんですよね。そもそもどれを計測するのかを決めなきゃいけないみたいな話が出てきちゃっていて、そうすると、じゃあ、
何を計測したらいいのかとか、クリップボードをコピーされたら計測した方がいいのかとか、まあ、そんな話になってってしまうと。いうことで、なんか今まで簡単に見れてたのになというところの変化は、このあたりにも原因があると。で、じゃあそもそも Google なんでやめたのっていう、一番最初にちょっとお伝えした、そもそもなんで Google Analytics って無料だったのにも近いんですけれども、これは知っておいてもいいかなと思うことで、まあ、Google Analytics のもともとですね、Google 社の、日本の Google Analytics の責任者もやられてた大内さんという方が、アナリティクスアソシエーションというものを代表されてるんですけれども、その方がですね、その2020年7月ですので、Google Analytics が廃止されるよっていうのをアナウンスされる前に、こんな記事を書かれていて、まあ、資料はお渡しできると思うので、URL は押してもらえたらと思うんですけれども、読んでもらうと、まあ、要は、Google にとって無料でやってるアナリティクスを提供してたわけですけど、凄まじいデータ量で、それを無料でやってるとコストだけかかるわけですよね。なので、これ無料で提供する意味ないじゃないっていうことでガサッとやってしまうと。いうところで、なんで問答無用なんだろうって言ったら、問答無用にするのは無料だったからっていう。まあ確かにそうだよなって、まあ営利企業ですからね。っていうのはちょっと意識しておいた方がよくて、ということはってことなんですけど、GA4 が難しくなったのもひょっとしたら意図的かもしれないですし、まあ、GA4 でじゃあちゃんと設定したからって、それがずっと永遠に無料であるかどうかっていうのは、これからもわからないっちゃわからないっていうふうな覚悟は持っておいた方がいいと思います。はい。まあ無料だったら一気にやられちゃったんでね。まあ、そういうのはちょっと意識はしといた方がいいのかなと思います。ということでなんですけど、本題に入ってきますね。はい。ということで GA4 は、今日のメインでありますけども、まあ、それと併用してやっていったらよりいいよねという話です。で、なんでかというと、アクセス解析の目的なんですけれども、改めていけば、まあ、現状把握ですよね。レポートでどのぐらいアクセス来てるかなとか、あとサイトを改善したいって、これは多いですよね。内容を見て改善していきたい。で、あとは、まあ、ここがアドセンスの最適化っていうところで言うと、残念ながらですね、今、GA4 はアドセンスと連携できないっていうところがあって、今までの Google Analytics より使いづらいわけで、まあ、これは今後どうなるかちょっとわからないですけれども、ちょっと右側のところは置いておいたとして、大体サイト改善したいか現状把握したいと。で、この2つがまあ達成できれば何でもいいわけですよね、正直。で、まあ、ここがすごい大事なところだと思ってまして、ちょっと今から、Q アナリティクスのですね、ヘビーユーザーでいらっしゃる、このミツさんというこのイラストの方がいらっしゃるんですけど、この方ですね、QA 入れる前には、一桁台のアフィリエイターさんということでやってたんですけど、今は月収を 羨ましいことで500万円というところまで達成していて、で、その方がどんな分析してるのかってインタビューすると、まあ、ここに書いてあるんですけど、まあ、ぶっちゃければ QA アナリティクスとサーチコンソールがあればなんとかなるということで GA4 って出てこないんですよね。なので、まあ結局ツールはツールでしかないので、まあどれ使ってもいいよねっていう話ですので、まあ今日の時短のアクセス解析っていうのはそういう観点でちょっとお伝えしていきたいなと思ってます。で、じゃあどういうふうなイメージで言うかっていうと、まあ GA4 ではサマリーを見るということで、まあ画面が難しいんであればわかりやすいところからっていうところですね。で、まあわかりやすいところっていうのはまさにこれですね。サマリー。概要、これはまあ、この間話題になったんですけど、なんでサマリーと概要なんだと、サマリーじゃないのかっていう話はね、概要はサマリーですから、っていう話はちょっと出てましたけど、このあたり日本語はね、ちょっとまだ、なんかどんどん変わってたりしてるんで、ひょっとしたら名前変わるかもしれないんですけど、まあ、要はこのサマリーの部分を見ていけば分かりやすいよね、というところですね。で、これまあ、資料を後でまたお送りするっていうところで、まあ、このあたり見たらいいんじゃないかというのが赤線で書いてます。まず、あ、スナップショットでですね、全体をばっかり分かって、で、ユーザーの属性って、これはね、Google 独自なんで、これはぜひ使ってもらった方がいいですね。Google って、ユーザーの性別だったりとか、年齢っていうデータを、こう、なんとなくこう推測して出してくれるんですよね。これは Google 社以外ではできない仕事ですので、GA4 を入れたメリットは、ここにむちゃくちゃあると思ってます。なので、GA4 を入れたら、このユーザー属性サマリーはぜひ見られるといいかなと。ちょっと、設定とかの方法はね、後で GA4 のガイドのサイトもちょっとお伝えしますので、そういうところを見てやってみた方がいいかなと思ってます。これはぜひおすすめですね。はい。で、あとはまあ、デバイス別とかは他のツールでも、見れますので、まあ、でもサマリーで見れますよと。で、あとはね、このページで結構ランニングページがなくなったみたいな、ね、話とかね、いろいろあって、困ってるっていうのは GA4 でよくありますけども、まあ、この集客サマリーですね。
で、ランニングページではないし、ここちょっと見づらくなっちゃったなと思うんですけど、少なくともですね、ここをですね、変化できるんですよ。このボタンクリックすると、セッション、また参照元っていうのに、ね、変えると、どこから来たかとかより詳しく出ますんで、まあ、これは見られるといいかなと思います。はい。で、ランニングページいなくなっちゃったっていうところでもう、ここでですね、まあ、プラスマーク、ページスクリーン、ランニングページっていうのをこう押すとこう、ここから来てるのがここに着地してるよみたいなのがこう出ますんで、まあ、こういう見方もありますよということで、お伝えしておきます。はい。はい。で、まあ、GFO はこんな感じですね。まあ、概要を見ると、まあ、一番おすすめはやっぱり性別とか、ああいう Google などのデータを見るというところおすすめで。で、まあ、さっきのミチさんの、正直 GFO 使ってませんっていうところでも改善できてるっていうところ、今日のお話ですけども、まあ、ワードプレスの性というのは QA を使うっていうところで、まあ、今回はこの QA アナリティクスをご紹介しようと思うんですが、まあ、公式プラグインですね。いわゆるここの普通にダウンロードできて、普通に入りますので、管理画面から入れることができるツールです。で、有料プランがあるんですけれども、まあ、有料プランじゃなくて無料でも十分だよねっていうふうに言われてるんで、普通の使い方であれば無料で十分のように、作ってます。で、イメージだけちょっと先にお伝えしてからデモに入っていきたいと思うんですけれども、まあ、さっきのお話で GA4 っていうのは、一個ずつこうどういうイベントを取るのかなみたいなのをこうテレビで言うとですね、まあ、こうリモコンで録画のね、設定をするときに一個ずつどの録画しようかなみたいな感じで選ぶと思うんですけど、そういうことでこう、取る対象をこう選ばなきゃいけないのに対して、QA アナリティクスっていうのは、タイムシフトマシンっていうのがね、これレグザさん、東芝のレグザでありますけど、とりあえず全部取っておけば後から全部見直せるよねっていう考え方ですね。ので、QA アナリティクスって、その設定してなくってもいきなりプラグを入れると動き出すんですけど、とにかく全部録画してしまえと。で、その結果、後から見直していろんなことは分析できるよねっていう考え方で作ってます。まあ、ですので、時々言われるんですけど、設定しなくて大丈夫なんですかって言われるんですけど、なんで設定しなくて大丈夫か、それが理由です。というちょっと前提で、はい。ちょっとじゃあ画面のデモの方に入っていきたいと思います。はい。入れ方はですけれども、はい。これもちょっと今日はね、テストサイトで作るんで、いろいろ不備があるところは、ここに、ね、プラグイン5とか出てますけど、それはちょっと見逃していただいて。はい。まあ、ここで QA と検索しますね。普通に。まあ、そうすると、ここに QA アナリティクスというのが出てきますので、まあ、今すぐインストール。はい。で、有効化。これでさっきちょっとお伝えしたようなタイムシフトマシンのような形でデータを裏でもどんどん取り始めています。必要なデータをですね。ですので、あとはデータが溜まるのを待てば良いという状態になります。実際じゃあ画面を見るとどうなってるかっていうと、今はですね、最初にメールの登録の画面が出てきます。で、これ我々のところのメルマガ登録だと思われてるんで、ちょっと書き方変えなきゃと思ってるんですが、実はそうじゃなくて、ワードプレスってインストールしたときに、ワードプレス自体からそのメールが飛んできますよね。それと同じで、ここに登録しておいてもらうと、例えば QA アナリティクスでこんな負荷があったよとか、あとこれから今作ってるのが、このページが今伸びてるよとか、そういうですね、メールをですね、お役立ちメールを、このワードプレス自身から自動で送られてくるっていう仕組みをやってます。のための設定で、これ、設定してもらうと、我々のところにニュースレターが欲しければ、ここイエスなんですけど、ここノーにしてもらうと、別に我々にこのメールアドレスが来るわけじゃなくて、単純にこのシステムに登録されるっていう流れになってます。はい。なんで私、ニュースレターいらないということで、ノーにして、コンティニューにすると。はい。まあ、こんなようにも画面が出てきまして、最初からこうリアルタイムビューみたいなのがこう出てくるんですけれども、これデータがないサイトでやってますので、ちょっとじゃあデータがあるところでどんなふうなイメージになるのかをここからお伝えしていこうと思うんですが、はい。まずこれダッシュボードですね。最初に入ると、まあ、リアルタイムで今30分間で18人来ました。どのページを見ましたとか、
まあ、こう、アクセス数とかこういうのが出てきていて、で、な伸びてるランニングページもありますけど、で、じゃあ、今どんな感じかっていうのを、これ、リアルタイムビューっていうのを見ると、はい、あるんですけど、ここに再生マークがありますよね。で、ですので、これが時短アクセス解析っていうのが大事になってくるんですけども、これちょっと押してみます。これは要は今来てる人がどんなふうなページの見方をしたのかっていうのがですね、こう再生できるんですよね。ちょっとこっちの方が長いから、一応やってみます。3倍速にすると、まあ、こんな感じです。どこ読んでるかがこう分かるっていう。ここ読み飛ばしてますね。ここに戻ったりとかしてると。で、今日のところでもっとページが読まれる、記事が読まれるっていうのがテーマだったと思うんですけども、記事が読まれるってことは、この記事をどう読んでるかが分かればいいっていう、まあ、こういう話なんですよね。で、ちょっとイメージで、じゃあ今からいきますね。時短のアクセス解析です。QA のアナリティクスの中に SEO 分析っていうのがあって、ちょっとイメージでいきますね。じゃあ SEO 分析。で、ここちょっとテストサイトなんで、テスト用のちょっとデータにすると、まずここで何が出てきたかっていうと、最近この分析の期間内にリライトした新規ページの一覧が出てきていて、で、ここがまあ、ちょっと古い日付ですね。テストサイトなんでなんですけど、まあ、それが、このキーワードで順位が上がってんのか下がってんのか。要は最近作った記事、作ったけど忘れちゃったなって、いつ作ったんだっけってのがあると思うんですけど、いつ更新していて、それがどういうふうに順位が変更してきたのかっていうのがここに出てくるようになります。まあ、こういうのを見て、ああ、順位がなんか上がってる、下がってるな、ちょっとリライトしようかなっていうことであれば、ここで編集すると。ちょっとこれもすみません、テストサイトなんでエラー出てましたけど、そうすると、まあ、ここで直接編集ができると。でも、どう見られたかが分からずに編集するのがなかなか大変なんでっていうところでいきますと、まあ、これですね。Google の Search Console と連携してるから、このデータが出てくるんですけれども、まあ、例えば、このアデノイド願望っていう、ですかね、というキーワードで、トレンドとしてなんか52%上の方に向いて順位が上がってきてますというのが出てますので、まあ、これをちょっと押してみます。まあ、そうすると、まあ、ここに株のなんかあるみたいですね。どんなトレンドで上向いてるのか下向いてるのかみたいな感じでこう出てきていて、このキーワードでどうやらこの記事はちょっと上に上がってきてるらしい。で、上がってきてるからじゃあリライトしたい。もっと頑張りたい。というすると、ここでちょっとこれで検索してみると、まあこれ Google の検索結果に飛んでいくんですけれども、まあ一番上の記事を見て、自分の記事とどこが違うのかなってこう見ますよね。で、じゃあ自分の記事とどこが違うのか、内容も違うのが分かって、じゃあ自分のこの記事自体は今の現在のユーザーさんはどう見てるのか。というところで言うと、このヒートマップっていうのがあるんですけれども、ここで。まあ、こうすると、ちょっとテストサイトのデータが少ないんですけど、38人、まあ、ここ何人までここ読んでるかみたいなのが出てきたりとか、あとまあ見てみると、赤くなってるとかよく読まれてるとかなんですね。で、そうすると、あ、この顔が長いとか、ここら辺かとかですね。あとは口呼吸に注意。で、青いところは逆に読み飛ばしてるところですね。っていうところで、あ、ここら辺がよく読まれるのかということであればっていうことで、さっきの月収500万円を、達成したっていう方が書いてるんですけど、どんな風に使ってるのかっていうのは、やっぱりこういうのを見ていて、ヒートマップで記事のどこが読まれたのかを見てますと、ユーザー行動を把握してますと。で、ヒートマップで確認して、ユーザーが読んでない部分は削ってしまっても問題ないので、バンバンいらない文章を削っていくんですと。まあ、こんなことをされて、一気にこう上に上がってきたっていう話なんですよね。ということで、さっきの、
ちょっと SE のところにまた戻りますけれども、改めてですが、まあ、この記事がうまく来ているというところですけれども、Google の検索結果を見て、相手はこういうふうに書いてるんだなと。あとはさっきのユーザーが読んでるところを見たら、じゃあちょっと内容はここのフォーカスして書いた方がいいんだろうなっていうのがこう分かってきます。で、そしたらここで編集して、内容を書き換えていくと。まあ、こんな応用ですね。そうすると、要は記事がもっと読まれるっていう風な分析って言ってましたけど、読まれてる箇所が分かるので、読まれてる箇所をも重点的に書けばいいっていう。まあ、こういう考え方に変わると。逆に全然読まれてないんであれば、読まれてる人たちが一番上に来てるわけですから、こういう他の人たちのやつを見て足りないところを書いていく。まあ、こんなような運用にすると、記事がもっと読まれるようになるっていう。これもユーザーのまさに行動を見てるわけですから、まあ、こう想像がつきやすいと思います。で、ここまででですね、一回もその数値的な話ってあんま出てないんですよ。アクセス解析っていうなんか数値のような感じがする、まあ、順位は出てますけどね。なんですけど、数値のようなイメージがあると思うんですけど、決してその数値だけがアクセス解析じゃなくて、結局取ったデータをどう判断するかっていうところですので、今のヒートマップを分析するのも立派なアクセス解析なんですよね。で、なんでまあ GA4 だったりとか Google Analytics でなかなか記事、ちょっと画面でいくと、これ今 GA4 の画面ですけれども、これでどうやってどこの記事だ、どの文章を直せばいいかわからないですよね。それはなんでかっていうと、そもそもそういうデータを取ってないんですよ、Google Analytics って。どこの部分が読まれてるかとか。なので、まあこれで記事を改善するのは実はめちゃくちゃ難しかったと。なので併用した方が全然簡単ですし、まあ、今のだったらなんか逆にイメージが湧きやすくて別に数値いらないやって話になると思うんですよね。記事の改善だけで言うと。で、実際それで読まれるようになって結果を出した方がいらっしゃるっていう。こういうお話になります。まあ、ですので、時短ということだけで言うと、こういうふうに順位がうまく上に上がってきてそうなやつにテコ入れしたりとか、いまいちうまくいってないなって下がってきてるやつにテコ入れしたりとかってすることで、まあ、十分にこう読んでもらえる記事になっていって、まあ、それは読んでもらえるイコール、Google からも人からも評価されて結果につながっていくという形になっていきます。で、まあ、あとはじゃあ、まあ、とはいっても全体のアクセス数とかもやっぱ気になるよねっていうところで言いますと、それも当然出てまして、まあ、このホームのところに行くと、まあ、見慣れた画面ですね、まあ、このアクセス数がどういうふうに変化したかとか、まあ、あと目標っていうのはね、これは Google Analytics で使ってた方いらっしゃると思うんですけど、この QA Analytics にもあるんで、目標の設定をしておいて、で、あとはまあ特徴的には記事が増えてるのかどうかがこう出ます。頑張ってるとね、こう記事が増えてるんでやる気になるっていう、まあそんなようなところですけれども、まあそういうふうにな、ふうになってまして、で、例えば、目標設定っていうところで言うと、まあ、よくあるのがページを作っていて、例えば Amazon の、書籍のサイトに飛ばして Amazon アフィリエイトをやっているみたいな感じの場合は、その特定のボタンを押されたかどうかが気になったりしますよね。で、その特定のボタンを押されたかどうかっていうのを目標にしておくと、後から分析がしやすくなるっていうのは目標設定です。で、ちょっともう今これ入ってますけども、トップでサイト内検索をクリックって書いてありますが、目標でクリックを目標にしたいと思いますということで、これトップページのここを押した人ってやると、まあ目標設定しましたってなってますし、例えばこの記事のこの画像をクリックした人とかで言うと、ちょっとこれ画面がでかいので見づらいですけど、ここが変わるんですね。これを押してみると、あ、これで分かりやすいですね。はい、こんな感じです。ですので、まあ、こう画面上でこう選べるので、まあ、ここをクリックした人を計測したいっていうふうにすると、まあ、ここで変更をすると、あ、前と一緒の内容なんで怒られますね。じゃあちょっと名前を変えましょう。下。はい。まあ、こんな感じで保存して、
で、目標を設定しておくと、後から、これ飛んでいくのが、よいしょ。はい。まあ、こんな感じですね。目標がどのぐらい達成できているのか。で、まあ、今トップでサイト内検索をクリックした人は0人みたいですけど、このアデノイドっていうページを見た人っていうと277人もいるんで、あ、この人が調べたいなと思ったらこれをちょっと押してですね。で、そうするとここに277抽出しましたっていうふうになってるので、あ、じゃあ実際にそのページを見た人っていうのが、まあ、どんな動きをしたのだろうってヒートマップを見るとかですね、結局その自分の思ってる行動を取ってくれた人がどこを見たんだろうっていうのを調べることで、またその記事の改善ポイントが分かったりというふうになります。まあ、ですので、まあ、結局まあこれも数値は使ってってますけど、まあ、なんかこう今言ったお話でイメージしやすい話だと思うんですよね。まあ、ですので、なんかこう、分からないものをこう分からなくやっていくというよりは、ユーザーさんが多分こういう行動を取ってるのを知りたい。で、その知ってるものをこう可視化してみて、でそれでまあ記事を変えていく。まあ、そういうことをすれば、やっぱおのずとこう結果が出てくると。そして、そんな時間もかかんない。まあ、これが、私がお勧めしたい時短のアクセス解析ですね。記事を書いてる方であれば 100% これに当てはまりますし、私もそうやって改善してます。実際当時の連載でも Google Analytics だけじゃなくてですね、こういうお話はしてたんですよね。併用するとめちゃ分かりやすいですよっていう。ということで、じゃあ、これでデモを終わりにして内容に戻っていきますけれども、はい、まとめですね。はい。まあ、改めてなんですけど、今 GA4 と話題になってるんで取り上げますけれども、別のツールだと思って捉えて新しく覚えるんだと思うと、まあ、そこまでなんか、こう、しんどくないというところがありますが、さっきのお話でイベントっていう定義がよく出てくるので、イベントは、野外イベントのことじゃなくって、そういう画面の操作一つ一つだったりのことを指すんだと。で、それを、取る仕方をするんだっていうのを覚えておいてもらって、ただまあ、改めてアクセス解析を入れる目的は、さっきのお話で、まあ、現状把握はさっきの GA4 でサマリー見るとすごい分かりますね、男女比とか。で、あとはサイト改善したいっていうんだったら、ページの中をどう見られたかを見た方がやりやすい。ということで、まあ、併用するとすごくやりやすくなってくるというお話です。で、まあ、今日は Q アナリティクスプラグインなんで、まあ、ワードプレスで私も作ってますし、あれな、おすすめで作ってますけども、他にもですね、いくつかまあツールが出ていて、これも私のあの知り合いの人なんですけども、牧谷さん、ですね、ドットコムですね、牧谷さんというか、市島さんなんですけど、はい。が、GA4 だけじゃなくて、他にもあるよねっていうことで、まあ、いろんなツールを取り上げられていて、QA アナリティクスは本人のお話で、まあ、ワードプレスに特化してるから、ちょっと全体としては取り上げづらいっていうことで入ってないっていうことでしたけれども、全体に、まあ、要は EC サイトとかの取れるようなツールとかがここに列挙されてます。で、ちょっとね、この中で選んでっていいと思うんですけど、注意事項だけはお伝えしたくてですね、まず無料じゃない、結局 Google ですら無料をやめるっていうのはどういうことかっていうと、データ増えていったら無料じゃできないってことなので、いつまでも無料じゃないことが多いですね。で、無料のやつがね、ここに Yandex っていうのがあるんですけど、これロシアのツールだった人がして、なんか裏があるんじゃないかとこう思わせるようなものがあるので、なんかこう無料だったらひょっとしたら裏あるかもって思った方が、データを盗まれる的なやつかもしれないですからね。そう、明確に言ってないですけど、一応注意された方がいいかなと。というのがありますね。はい。で、あとはまあ GA4 なんですけれども、まあこの情報サイト、小川さんっていうね、方が、この方がまあ一番有名だと思うんですけど、アクセス解析業界で。が作られている GA4 ガイドっていうまんまの名前のがあって、そこを見るとですね、まあこんなサイトなんですけど、GA4 のことは、まあ、わかります。情報も早いです。で、今、例えば、この、直帰率なんて検索すると、こういう記事が当たったりして、で、そもそもなんか言葉一緒だけど、なんか定義が違うらしいとかっていうのもよくあるんで、
ちゃんと知りたい方はこういうところ読んでもらうと、数字の意味がわかるっていうところがあるので、お勧めしておきます。わからないことがあったらここっていう。はい。あと、セミナーもよくやられてるんでね、ローチされるといいと思います。ツイッターで小川拓さんですね。はい。で、あとは、アナリティックアソシエーションですね。まあ、先ほどのGoogle にもともといらっしゃった大内さんが代表でやってらっしゃる、これも日本で一番大きい、おそらく、分科会、アナリティクスの分科会になると思うんですけれども、こちらも有料無料問わず、セミナーをしていて、まあ、GA4 とかの話とかもすごくやられてて、これ前、私もちょっとお話しするってことで、QA 紹介してきましたけれども、いろいろ情報集まってるんで、アクセス解析に興味のある方は、ぜひぜひと思っています。あとは QA の使い方に関しては、さっきのみちさんが本当にものすごい記事をたくさんね、書いてくださってるんで、検索してもらっても出てくるんで、使い方とかは、私たちの公式サイトよりも、結果を出すための使い方っていうですところでですと、みちさん、すごく書いてらっしゃるので、参考にしてもらえるんじゃないかなと思います。はい。で、以上、駆け足になりましたけれども、今回のですね、テーマである、もっと記事を読まれるための時短アクセス解析というところで、まあ、ツールを併用するとすごく便利ですっていうお話をさせていただきました。はい。ご清聴ありがとうございました。